昨日夕方小松市でパトカーの追跡を受けていた乗用車が学習塾に突っ込みましたけが人はいませんでした警察は乗っていたベトナム人の男を不法滞在の疑いで現行犯逮捕しています昨日午後5時20分ごろ小松市西町の学習塾にパトカーの追跡を受けていた乗用車が突っ込みました近くの防犯カメラには 数の人が逃げ去っていくのが確認できますこの事故によるけが人はいませんでした警察は車に乗っていたベトナム国籍の自称住所不定無職のグウェンブアンクオン容疑者を不法滞在の疑いで現行犯逮捕しました小松警察署によると乗業者に職務質問しようとしたところ走り去ったため追跡していました小室副所長は 無理な追跡はしていないとコメントしています警察は逃げた同乗者の特定を進めています